どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コウテツスティールです。今回、プルディタ、プルダイタっていう無料ホラーゲームやってみましょう。どんな感じでしょう？このゲームのストーリーはね、全くわかりません。いや、なんかダウンロードしたばっかりで、久しぶりに顔出し動画しようかなと思っただけですね。そして今に至ります。では、初見で経験しましょう。英気で始まる。My name is Devin DeLoby. 違います。コテツです。The year is 1989. それも違います。I'm researching the legend of Julia Brown, a voodoo priestess said to have lived in Manchac?Louisiana 20 years ago. The legend goes she cursed the town. She foretold that upon her death, she would take the whole town with her. Shortly after her death, three hurricanes hit the area, leaving death and destruction behind. I will investigate Julia's house to uncover the truth about what happened to her and her husband Charles. いや別に調べなくてもいいと思うけど、調べる必要はないと思うけどね。ゲームがフリーズしたと思った。よし。で、I've reached the residence of Julia Brown. I can't believe. 読み切れなかったよ。信じられないっての話だったろうけど、最後まで読まなかったから。どんな感じ？どんなストーリー？今の目的は？ドア、見ればわかる、それ。じゃあ、E キーで調べたり使ったりしますね。おー、やだね。フラッシュライトは？これ勝手に、自動的についたのかな？今。これはな、おぉ。シリンジ。ああ。ドラグが原因だったかな？へえ。そしてこっちには、これなんだ？フラッシュライトバッテリー。あんの？いや、いろんなキーを捨てるけど。フラッシュライトまだない。なるほどね。トースター？なんでこんなところに？なんでこの棚の上に？わかんないけど、進みましょうか。ん？今の音って、どっかで聞いた声が。あれ？あれは、ハローネイバーの効果音？いや、違うか。違う。昔のインスタントメッセンジャー？へえ、なんかチャットアプリ？昔のね、MSN の。マジ、よく思い出せたな、俺。ああ、それどころじゃないかな。なんでロープが？誰か自殺でも、わかりました。はい、まあ、ということで、今日、ここまでしときますね。うん、見ていただいてありがとうございました。待ったよ、もう、みんな気になるでしょ？どんなストーリーか、なんか驚くシーンとか気にな。Hello？ 誰でしょう？ジュリア？別に答えなくてもいいけど、これは何でしょう？ん？ The Curse of Julia Brown。なんでジュリア・ブラウンのうちにこんなものがあるんだ？ああ、ジュリア・ブラウンの呪いについての、これなんでしょう？わかんない。マップじゃないだろうけど。で？そうだね。通信できるはずがない。なんか繋がってるはずがない。次は、これはなんでしょう？ Spell to attract an item to you.ああ、これ呪文だね。ん？自分に物が惹かれるように？そんな感じ？どうでしょう？で、上行くか。ああ、まずはこっち。これだったかな？あ、バッテリー。そしてランプ。あ、これは？ニッキー。My husband stays up late. 違う。ちゃんと読み上げて。My husband stays up late every night. I'm starting to think he loves his art more than he loves me. I even put spells around the house for him to notice me, but nothing seems to help. じゃあ、つまり、
その夫婦の関係がそんなに良くないって感じかな。旦那さんがなんかアートに夢中で、それはあり得る。あ、これ付ける必要あった？付ける意味あった？なんかカップヘッドを思い出しますね。こういう BGM 聞くと、 BGM っていう曲？どうした？おー、いきなり嵐。なんだった？人？人型の何かあったような。ん？いや、気のせいかな？する。ちょっと、多すぎね？なんか、くるくる回ってるだけ。なるほどね。じゃ。ノック。誰かノックしてるよ。でも、どっから？上？上からだったような。じゃあ。確かに、塞いでますね。ああ、じゃあ進むには何が必要だって。いやー、これはね、手だけだったらそんなに不気味じゃない。いや、まあ、不気味だけど、この目はね、なんか縁に、歯？いや、歯じゃなくて肌？だから、不気味だな、やだな。矢印があるってことは、やっぱり、でも、進むには何が必要？浮いている。何が必要でしょう？斧？斧を使って、斧で切っていく？わかんないけど、とりあえず前に進みましょう。これ、バッテリーあるね。でも、フラッシュライトはないよ。こっちには？おう。あれ？もっと早ければ、あ、違う。ドゥドゥデドゥドゥデドゥドゥデドゥドゥ。どうでしょう。かかってる鍵が必要。これは、さっきのエリアだね。なるほど。じゃあ、おう、どうも。ディナールーム。ああ。なんだ。古い何かだけど。あ、ループしてますね。あれ？何？これ何？これも不気味だな。よし、エアとファイヤー。なんでしょう。なんだ？猿？猿だったかな？これはなんて？で、長いね。長い。旦那のチャールズがよく、なんか、壊れた車の修理なんかいじって見てるんだけど、でもこっちは沼だから別に車必要はないって。船の方がいい。で、ああ、そのブルードルだね。一応、ジュリアは、刺したの？胸の方？心臓のあたりに、針で刺した。なんで？それ、やばくね？誰か死ぬでしょう。ああ、やっぱり、なんか、それ、愛が始まるっていう人がいれば、殺す可能があるという人もいる。いやー、やばいね。やばい話だね。ブールってやばい。で、リスクのないラブ。リスクのない人生は人生って言えるのかな？そんな、あ、これがそのブルードル？確かに針刺さってるんだね。それは心臓あたり？近いけど、惜しい。これは、なんでしょう。持っていけない。マルティメーター？あー、電気測るやつ？なるほど。
れ？何だった？何の音？え？でかくね？いや、めっちゃでかくね？これ、なんだ？何かの鉢？やだね、これは。で、チャールズが書いたものだね。Remain steadfast, Charles. Remember, Jesus loves you. うん、イエス様はあなたを愛してますよ。そんな感じだね。なるほど。へぇ、やばいな。こっちには。誰？ジュリア？だから何？わけわかんない。いろんなこと起こってるんだけど、意味わかんない。あ、これ。おー。Red Drawer Key。ん？お、これ？フラッシュライトゲット。やっとね。あ、これが鍵。でも鍵持ってるよ。あ、こうやってね。じゃあ、ユーズ？装備？あ、装備して。違う？装備してからユーズ？ややこしい。これなんだ？逆。逆、ちょっと待って。ちょ。嵐のせいで350人が亡くなりました。ひどいな。で？なんだ？これ必要あるの？おお、さっき見なかったけど、こいつやばい。ドラゴンフライっていうやつだね。もしかして外にも何かあるのかな？おい、何が動いている。木が？あれが木？なんでそんなに動いてるの？な、え、ちょ、ハロー、何か見た、ん、皆さん何か見た、なんか暗くてあんまり見なかったけど、確か動いてる何かが、気のせいかな。何の音？あ、あれか。なんで？で、こ、お、鍵ゲット。Dinner room key。あれ？あ、確かそ、やめて。怖くはないんだけど、俺、何かの様相で、何かのイベントで俺移動されてしまうんじゃないかなと思った。ほう。じゃあ、ディナールームは、どうやって、あ、こうやってね。そんなに明るくなんかないけどね。うん。じゃあ、ディナールームは、こっちだったら、これを装備して、ユーズ？おう、おう。なんで？誰？お前がやったのか。何の音？これは？何でしょう？スパイグラスって、海賊じゃないんだけどね。これいる？あとこれは、で、ジュリアの日記だね。で、このブレイン、この脳は、どこから来たかわからないけど、これは最後に食べたもの？え、ちょ、なんで知ってんの？あれ？最後に食べるものになったってことは、そのなんかゴーストが書いてるわけ？ん？いろいろ、これがそのブレイン？刺さってる。なんで？
やだね。腐ってる人間のブレイン。なんだ、右の方はなんかおかしいよ。で、ちょっとこれ、ん？おう。流れてますね。あー、やだ。人形ちょっと苦手。じゃあ、フィッシングルームドア。うん。おー、うるさいな。お手洗い？おー、やだね。汚い。でっか。はい、でっか。あ、顔の大きさじゃない。手？叩きたい。叩きたいんだけど、逃げたい。脱出したい。何か漏れてる？あ、蛇口がね。すごい。バッテリー減るのが、やばいね。じゃあ、これ使うと？あ、じゃあ、こうやって、ユーズ？一個だけ？どんだけ？なんだ、このバッテリー。よし、じゃあ、しまおう。これは？あ、ミラー、うん。鏡ってのは、自分の過去、現在と将来を見せてくれるもの。そして、この鏡、ああ、自分の未来、自分の将来が見える。ジュリアの将来が見えるって。一人ぼっちになる。なるほどね。なんだ？あ、おう。この子たち、ありましたっけ？なかったような。あ、だから矢印だね。なるほど。じゃあ、何か変わったのかな？どうでしょう。え？マジックランプ。うん、これアラジンじゃないよ。確かに、その新しいやつ出たんだけど、その新しい映画出たんだけど、俺は見ない。で、これがジュリアの日記。その4。人が、どん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 っていうか、次々訪れてくる。なんか、お守りとか、治療、ヒーリングが欲しがっている。なるほどね。ブードゥーだからね。もう、ブードゥーといえば、やっぱり呪いとか、それしか思い浮かべないんだけど、治療とか、あ、まあ、確か、お守りとかがある、かもしれない。うん。よし。次は、こっちに何か、やっぱり斧が必要、あ、違うかも。さっきのエリア？どうでしょう。こっちには、何もない。これは、Human Skull。お、あ、これ、バッテリーゲット。いいね。結構減ってきたし。眩しい。お、鍵。いいね。クローゼットの鍵。ああ。よし。やっと進めま、お。ありましたね。完全に見逃したけど。じゃあ、これを装備して、ユーズ。お。で？なんだ？ギターと服と靴しかないけど？これなんか関係ある？ジュリア・ブラウンのギター、高く売れるかもしれない。どうでもいい話だけど。持っていけないし。持っていこうとしたら、持っていけないよって。あれ？あ、こっちから、なるほどね。え？これだけ？なんで？なんでこっちに入った？何のためにこれある？こいつ、ありましたっけ？あったっけ？覚えてない。なかったような。Hello？ どうした？もしかして、
ジュリアが亡くなった原因はこいつなのかな。なわけないでしょう。あ、影見つけたぞ。え、マジ？こんなところにあった？それはひどいな。じゃあ装備して使う。ほう、やっとあ、やっぱりフィッシングルームだね。いや、ちっとも怖くないよ。うん、それは見せ物だけでしたね。それはリスナーさんの、リスナーさんの、うん、うん。あれ？え？何もない？いや、ちょっと待って。何もない？こっち。あれ？ Hello？ なんでこっちに入った？その釣り竿を持って行っていい？うん。実はね、調べる必要ありました。どうやら、あの部屋に入ると、何かもらう？ガス？ガス拾いましたっけ？キャラタが勝手に拾ったのかな？どうだろう。まあ、とにかく、ん？てか、ガス持ってても別にライターとか火をつけるもの、ないよ？フラッシュライトで、いや、フラッシュライトを使おうとしても、いや、別に、それバッテリーないし。ネズミじゃないよ。さっきの影からするとネズミじゃないよ。Hello？ Oh。 Oh。 さっきの音はなんだかと思ったら、やっぱりかかってるんだね。これなんだ？いやー、人かと思った。こっち。こっち見ないで。次はこっち。はぁ、マネキンだけか。それもちょっとあれだけど。これなんだ？ん？ Wish spell。じゃあ、ああ、これはね、この呪文はね、なんか夢が叶うように、この呪文を、なるほど、ジュリアの呪文の一つかな？だって、ジュリアの日記、その10。ああ、私は時々マネキンの部屋に自分を閉じ込めたりする。Sometimes I practice turning them alive?じゃあ、マネキンたちを生き物に変えたりするの？そんなにできるの？へえ。じゃあ、次は何でしょう？また鍵がどっかにあるってわけ？だったら、お。お、見ればわかるよ。ペインティングだって、絵だね。見ればわかる。Voodoo dolls with the mark of death. 死因、死因が書かれている Voodoo ドール。ブラックマジック。黒魔法だね。やだね。じゃあ次は、やっぱり、ん？ないかな。これは？おう。ダメです。こんなのや。またお前か。歌ってるんだね。誰が？ジュリアが？こいつが？こいつの顔一番や。ん？何か入って、お、バッテリー。あ、こいつの顔、どっかで見た覚えが。え？誰でしたっけ？ハウリー・ドゥーリーっていう、昔の、ん？番組？これ、ムービーのポスター。ハロウィン3。なんだ？
よし、あ、バッテリー、ありがたい。じゃあ、これを使って、これも使って、いや、さっきから何か聞こえるけど、こいつかな？これは日記。あー、なんか子供を産もうとしたんだけど、体の問題でできない。で、呪文をかけて、このドール、この人形を本物の子供にしようとしたんだけど、でもチャールズは、あ、しようとしたっていうか、あ、本当に生きてたんだ。でもチャールズは、こんなもの受け入れてくれなかった。なるほどね。なんか深い。初心者かい。おやめください。あれ？これカメラ。持っていって、お、持っていけるんだ。これ、おぉ。へぇ、別ゲーになっ、フェイタル、あ、あれは何でしたっけ？フェイタルフレームっていう？じゃあ次は、こっちかな？かかってる。Locked door。だったら、鍵は？あれ？鍵なら、こっちに入ってるはずだよね。お前が持っている？はい、見つけました。バッテリーも見つけました。よし。やめろ。何の鍵？これは、ベッドルームの鍵。こいつはね、なんか、勝手に逃げようとしている。じゃあ、こっちだね。これを装備して、使う。安様？なんだ？俺じゃないな。俺の影じゃないな。あーたー。これは、なんだ？あ、睡眠の呪文？今回は？そうだね。チャールズは、クリスチャンだね。でも、奥さんは別にそんなもの信じてないようだ。スタチュー？ああ、なんかこのイエス様に見られてるような気がするって。まあ確かにね、こんな手が出てくると。じゃあ次はこ、死かと思ったら違うんだね。なんだ、鍵入ってる。これがラフトマネキン、あ、マネキン部屋の？なるほどね。バッテリーは、いや、バッテリーいる？このカメラ持ってるからもういらないかな。ライトモードだし。だからやめろ。じゃあ、これかな？あ、これじゃなくて、これ？なるほどね。じゃあ、これを装備、使って、なんで？やだね。じゃあ次、違う、これじゃなくて、ここだな。へえ、じゃあ装備して、使う。今度は。Hello？ なんもないじゃないか。バッテリー、よーし。え？うるさい。どう？え？え？おお。ちょっとあれだ。ダークディセプションを思い出しますね。それは確か31日に次のチャプターが出ますね。チャプター3？ おの。やったぜ。何に使う？おお、お、何か書かれた。読めなかったけどね。Darkness？ 暗闇？あ、ここか。じゃあ、これを使う。装備して。
どうやって使う？ Z じゃなくて D？ ん？使う？あ、おお、え？こうやってこんなことできるってことは見守る必要あるのかな？これからは。お、ちょ、え、痛い。これなんだ？The locals used to remember me as a beloved local healer, not a revengeful type. To the person that is reading this, this is my confession. I, Julia, murdered my husband, Charles. I locked him inside this coffin. なんで？ If you are reading this, you are already... こんなものを読んでるあなたは、お前はもう死んでいるって感じ。違う。目的がこっちにある。え？え、ちょ、あ、いや、まだ死んでないよ。多分出れる。多分、ちょ、これはできない。ど、何？じゃあこっちからで、邪魔。おお、な、なんだ？すごい化け物。ザ・エンド、いきなり終わった。え？まあ、とにかく、今回、この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。いかがでしたか？このような、顔出しのが。何してんの？カッコつけて何してんの？とにかく、どうでしたか？では、次へ。